箱根山の噴火警戒レベルが引き下げられた神奈川県箱根町の大涌谷で、先ほど半年ぶりに観光客の立ち入りが許可されました。約半年ぶりの販売に向けて黒卵が売り場に運ばれています。はい、出しますどうぞ。箱根山では5月、観光名所の大涌谷周辺で噴火の恐れがあるとして、噴火警戒レベルが2に引き上げられました。気象庁は先月、警戒レベルを1に引き下げましたが、台風19号により火山ガスの検知器などが被害を受けたことから、観光客の大涌谷への立ち入りの再開は遅れていました。その後、検知器の応急的な復旧が進み、先ほど午前9時に半年ぶりに観光客の立ち入りが許可されました。一方、箱根観光の大動脈である箱根登山鉄道は、台風19号の影響で寸断された状態で、全線の再開の見込みは立っていません。